僕は3票入れました、夏目先生に。僕も2票入れてます。コロン、ミミ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 。はい。ありがとうございます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 。なんか停電になった時にアッパー1がちょっとついてるの長かったので死体あるかなと思って。でカフェも閉じられちゃったんでもう今のうちに押しちゃおうってのでちょっと押しました。アッパーで夏目が死んでてもまあ押しちゃえみたいな。まあ所定の動きがまあある程度多分わかると思うんで。夏目先生は停電だったのにアッパーにいた理由はなぜですか？こんなこと聞いちゃいます？インポスターで。もしかして気づいてなかった？いや、インポスターでキルする人を探し、探し、いや皆さんって、皆さんって目の前が真っ暗になったら怖くなって震えないんですか？そういう感じなんだ。ポケモンの負けた時みたいな感じ。目の前が真っ暗になった。正直半分もう角っちょでカカカカカカって震えてますね。もう怖すぎて。まあその後でちゃんとリアクターに行ってパソコンをしました。これ信じてないな。絶対信じてない。そろそろ初手釣りされますよ。多分そろそろ。でもね、全財産の半分を、はい、この参加者に分配すればまあ一応そうす、ね、論理は通るかな。夏目さん今総資産いくらですか？待って、夏目のさ戦闘力なんて、え、ちょっと皆さん戦闘力ちょっとさ、ビビたるものなんだが、ちょっと夏目からカツアゲしないでください。この中で一番その戦闘力ですか？軽装なのに夏目はちょっと、これ入れたな、センター。入れてないですよ。入れるわけないじゃないですか。ここはアーカイブで。じゃあ自動表でいい？うん、大丈夫。みんな入れてないから大丈夫、大丈夫。僕は入れてないですよ。大丈夫、スキップ入れましたよ。うん、スキップ入れてるよ。はい、じゃあみんながスキップ入れるなら夏のうち投票してみるわ、じゃあ。お、はい、僕もした。お、ガチャですね。おお、優しいな。優しいな。僕は3票入れました、夏目先生に。僕も2票入れてます。え？あ、抜けれんかったか。抜けれたら願いねがな、ここ。リアクター無限リアクター編の対策をするのであれば初手右の方がいいんだけどな。まあインポスターの時のことを考えた時にやっぱ下が安定なんだよな。オレンジ、ピンク、黒、ピンク、黒、白、水色。オレンジ、ピンク、黒、白、水色。ピンク、黒、白、水色。難しすぎる。最終学歴保育園卒園には難しすぎる。黄色、ピンク、黒、黄緑。サントスさんも死んでる。はい、ロワーの一番左下で夏目先生が用済みになってました。いやでもまあ釣らなかったんでこう盾にはなったということで。なるほど。死んで白証明しましたね。いやまだわかんないです。ってことで一応リアクターに来てたのが水色、ピンク、黒、黄緑まで覚えてます、はい、僕は。
行きました、はい行きました、はい行きました。僕も白の死体がまず どこでしたっけ。すみません、ロワーの左下です。ロワーの左下、はい、うんうん、すみません。他の方はリアクター来てないですか。僕はリアクター来てないです。あ、リアクターオレンジで行ってます。オレンジ行ってます。はい、確認してます。僕もそうっすね。そうですね、じいさん上解除してくれました。なんか僕が最初目撃かもわからないですけど、リアクターの左上のタスクを誰かと一緒に3人ぐらいでやってる時に夏目先生見ましたね。あれ誰かもう一人いませんでしたっけ。真ん中のタスクですか。あ、真ん中じゃなくて左上ですね。はい、あの押すところの横にある数字のタスクのところに何かあれあれ、まあ、いいや、とりあえずまあ来てる人が整理できたので、まあ、いいで、はい、あとですね、ロアエンジンがドアが閉まったんですけど、そこのドアが閉まる寸前に右側に、そのロアの右のドアのところにいた人がいて、その人誰ですか。ロアの上で閉まった、ロアの中ですか。ロアの外です。外側、右の外側に直前にいた人、発見される3秒前ぐらいにいた人。それは違うな。あ、じゃあ誰も名乗り上げないってことはその人が犯人だと思います。うんうんうん、ヤーマンのウェポンにいました。え、オラフさんってエレクトリカル入っていきましたよね、最後。はい、停電の時入ってきました。その前ってどこ行きました。ストレージです。ストレージか。はい。じゃあ、その人物が怪しいので、その人物を追及しましょう。了解です。ヒントお願いします。抜けれたな。やっとさ。今日の議題は最後の3秒間で、この人がいたとかこの人は無理とかいう、ロアあたりに絶対いないであろう人っていうのを教えてほしいです。はい、じゃあ自分情報出せないでいいですか。はい、リアクターになった時もまたアドミンにいました。で、最後も、アドミンに行ってその様子、アドミンに来てるのをチャギポヨさんが、見てるかなと。はい、見てます。多分入り口あたりのタスクをゼンちゃんさんがやってるのを見てます。一切左側に行ってないっていうのだけは言えますね。停電した時に、うん、チャギポヨさん出てこられたじゃないですか、アドミンから。僕多分それカフェテリアの方からすれ違ってるんですけど。あ、そうですね、ですよね。で、その時はゼンちゃんおられたんですか。あ、いた、いました、いました。あ、ってなるともう多分ここ3人はないですね。はい。距離的にも難しいですね。はい、厳しいですね。はい、ってなると。アリクマ、いいですか。どうぞ。リアクター終わった後に、下からじいさんと一緒にエレクトリカルに入って、2人でタスクしてて、で停電が起きた時に、すぐ直したんですけど、その時にじいさん、アリクマはエレクトリカル行ったので、無理だと思いますっていうのと、停電、もう速攻直したんですけど、オラフさんが、来た、はい、その時に来たっていうのもあります。でその後にクレイさんと、うん、もう一方いませんでしたっけ、うん、エレクトリカル右抜けてっちゃった、そうっす、エレクトリカル確かもう一人いた記憶あるっすね。僕とクレイさんともう一人がいて、オラフだから、はい、じゃなくて僕です。エレクトリカルやったら僕来ましたよ。2番目ぐらいに来ましたね。オラフって最終エレクトリカルですか。はい、あー、オッケー。なんか今有熊さんはなんか結構早めに直して、はい、僕が後から結構遅くめに来たっていう状況なんですけど、僕は逆にもう停電になった時にはもうエレクトリカルついてたんですよ。で僕入れま触ってるんですよ。でだから僕は有熊さんがどっちから来たかは視認してないですよね。ストレージで、上から来てるのを多分じいさんが見てると思う。あ、てかいたのを見てると思います。僕がそうですね。はい、投票2秒前ぐらい締め切られるんで気をつけてください。はい、了解。これまだ会議続きますか。ミュートお願いします。切れた。これだけやらせてくれ。you
ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんか総合すると、クレイさんが筆頭になるのかなっていうのと、まあ、もしかしたらオラフ君が嘘ついてるのかなっていうのと、あと、まあ、死亡推定時刻が分かりませんが、まあ、ロアの右にいた人物名乗りが上げないので、それがクレイさんだったのかなっていう感じなのと、あと、サントスさんの目撃情報とかあればって感じですね。はい、サントスさんの情報を僕落とせると思います。サントスさん、レポートがなる多分10秒15秒前ぐらいですかね。アドミンで一緒に、マップを見てます。でその後、多分カフェテリアの方に向かっているはずですね。なので、ヤーマンさん、ゼンちゃんさんがカフェテリアから通ってきたのであればちょっと疑い気になるかなって僕は停電中に、ストレージの方に走っていっててカフェテリアからで、右回りで行きます。シールドナビゲーションウェポンってなりました。シールドナビゲーションウェポンのカフェテリアのストレージ、はい、違います。リアクターなって解除してでカフェテリアから、下に降りました。じゃあそこで、シャゲポヨさんとすれ違ってそのまま右回り行きましたんで、1回しかカフェテリアは通ってないですね。本当にだいぶだから早い目です。停電なる前ぐらいにカフェテリア通ってる感じですね、ここは。確かに死体レポートがなる10秒前ぐらいにウェポンに行っちゃったのは確かです。ああ、それが僕ですね。なんで。自分は僕、怪しマリージなんで1個いいですか、はい、はい、多分さっき先端さん目線で、多分ロバーのその向こう側にいたのが僕として扱われてるかなと思うんですけど。僕は最終エレクトリカルにストレージ側から行ってるんで、そこにはいないんですよね。あ、そうですね。はい、だそこはちょっと落としておきたいのと、まあ、僕目線はエレクトリカルに、いた、まあ、じいさん、有熊さんも、怪しいかなと思ってます。有熊さんそれ見てないんですか？クレイさんが右に抜けて左から来たって。僕停電終わった後にはすれ違ってないですね。停電前だったらちょっと分かんないです。でも多分すれ違ってないと思います。はい、だいぶ絞れたかな。ゴン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 。ベンチ。はい。はい。さっき多分ギリギリでちょっと聞こえなかった方もいたかと思いますので言っとくと、有熊停電を、オラフ君と直した後に下からストレージの方に向かっていったんですけど、その間に、クレイさんとはすれ違わなかったのでそのタイミングでは来てないですっていうのと、あと停電明けた後にエレクトリカルの中にクレイさんがいないのならば下からは来てないのかなって思います。クレイさんって最後のエレクトリカル閉まれた時4人ぐらいいたと思うんですけど、はいはい、その中にはいたんですか？最終閉じ込められた時にはいますね。最後は閉じ込められてると思います。ストレージで、あ、すいません。あ、どうぞどうぞ。あ、いや、ストレージに抜けられたなら誰かストレージで視認されてる人とかいないですかね。この人クレイさん見ましたみたいな。見てないです。見てないですね。ストレージ誰にも会ってないと思うんですよね。ストレージ側からエレクトリカル行ったんですよね。ストレージ側からエレクトリカルです。はい。その多分それはどう通られました。ストレージどう通ったかってことですか。はい。右下タスクやって、左、その下の路線ですね。それであれば僕も右下のタスクをやりに行ったので合ってないからクレイさんちょっと怪しいかなって感じ。いや、まあ、まあそれで黒塗りしてくると僕目線は有熊さん怪しいなってなるんですけどね。まあでもさっき右回りで行ってるって言ったんですけど合ってないです。はい、どうしますか。有熊さんは、はい、すいません、はい、今ゴールを先決めましょう。どう、今日はどうしますか。ペアとかにしますか。いや、これ誰かペア組ませてほしいですね。誰がいてますか。僕も一個もあれなんで釣っちゃってもいいかなって思うんですけど。釣ってもいいかなってのは正直思うんですけど。攻めていってもいいかもしれない。まあペアでもいいかなって。全然僕とペアさんでもいいですよ。あ、じゃあアリクマさん。じゃあ僕アリクマさんと一緒に動きます。はい。はい、お願いします。
色は、まあさすがにいいかな。まあサボタージュできるね。今回リアクターになったら速攻で向かおう。2、3回やらせてもらったからな。つく。ゴー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 。紫黄色。水色。ほえー。いやーん。ラフ君もあったか。ラフ君もね、ストレージから来たって話してたから。できんだろうな。あ、これ手動で直さない。手動で。手動です。はいはい。はい。下位置はカフェテリアの、ボタンの左側です。カフェテリアのボタンの左側。ボタンの左側。左側です。のに誰の下位ですか。すみません。センターさんです。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。死んだ人を見るとお願いします。マイクミートお願いします。一応ですね、今回はクレイさんやってない。はい。アリクマさんもやってないですね。なのに。でもこれできるじゃないですか。できるですもんね。G さんも。はい。G さんとセンターさんですね。ああ、マジか。G さんも。でも、どのタイミングかによりますよね、センターさんが。じいさん、最後ストレージで見ましたけどね、僕。ストレージですか。はい。そう、シャゲポヨさんってコミュニケーションおられましたか。コミュニケーションおりました。で、じいさんと一緒にコミュニケーションのサボタージュ直しに行ってます。で、多分最後に出たのがじいさんだったかな。多分ドア閉めのところでみんな合流してるかと思います。フラフ君はコミュニケーション終わった後、どういう。逆掃除。僕はエレクトリカルの方行きます。確かに逆走してたな。いや、入ってはないです。コミュニケーション終わって、そのまんまエレクトリカルの方向に。いや、コミュニケーション終わって、ダウンロードのコミュニケーションタスクやって、エレクトリカルの方行った時にリアクターが鳴ったんで、一緒に行ったって感じですね。じゃあ どうなった誰とですか。いや、あ、すいません、間違えました。一緒には行ってないです。僕若干そうなんですよ。オラフ君が今今回怪しいなっていう位置な位置です、はい、僕とすれば。はい。シャゲポヨさんはコミュニケーションがどちらの方向に。あ、死体だったのか、まあ、そのままの右からシールド通ってナビゲーション O2 っていう感じですね。僕で死体があればオラフ君かなっていうイメージ。ちょっと一旦離させてほしいですね。それなら全員の白正面やって僕釣るんだら分かるんですけど、ね、ボタン誰が押せますか。僕はもう押しちゃいましたね。ボタン持ってないです。僕残ってますね。お願いします。お願いします。お願いします。はい。人物じゃなくて死体だったってこと？最速。最速リアクター。新戦術。この流れで最速リアクター。ドア閉めもしない。おお。はい。はい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 。落ちました。チャゲボイさんってそのコミュニケーション終わった後って右側行かれてますよね。
右側行ってますシールドナビゲーション O2、ウェポンでなってます O2 で、ピンク黄緑と合ってます。でコミュニケーションに G さんいたんですね、はい、違いました。コミュニケーションに G さんはいました。じゃあ自分目線多分チャギボさん無理ですね。ヤーマンさんとオラフさんとアリクマさんが、はい、ストレージ横のコミュニケーションのところの3人ぐらいいたじゃないですか。はいはいはい、はい、で自分とすれ違ったの覚えてますか。いや、ゼンちゃんさんがストレージのドア閉めでいたのは僕も見てます。その後、右側で、一個一個下いないかなって確認していったんですけどなくて、はい、で、ナビゲーションの前のタスクやってる時にチャギプロさんが出てきて一応確認しに行ったの下着がなくて、その出たとこの O2 でクレイさんとアリクマさんが入って、まあ絶対無理かなという、確実に自分目線落とすんだったらもうヤーマンさんとオラフさんのローラーかなと僕思ったんですけど、右回りで、クレイさんとアリクマさんが一緒に行かれましたよね。はい、それ先頭ですよね。戦闘だったと思い、そうなると先端さんのキルも全ちゃんがだいぶ大きい位置ですよね今の話。ちょっと1個気になるのはそのオラフさんが1人エレクトリカル行ったんですよね。はい、エレクトリカル向かいました。でそのメッドベイジャンプしてカフェで殺して戻ってきたっていうのもそれだったら、はい、まあ、ないです。そこでそこは、はい、いやまあエレクトリカルのタスクしてたんで、はい、それだったら誰かに視認されるはずだし、はい、多分リアクター行ってる人に絶対上でも合ってるはずなんですよね。え、先端さんのキルは多分全ちゃんが、え、左に行ったのってヤーマンさんと、はい、僕先頭です。そうですね、はい、はい、頑張れアリクマさん。そこにローだとしたら全然あるなと思う。そう、ローだしたら絶対すると思うんですけど、ね、とりあえずオラフ君からでいいと思います。え、なんですか。え、ちょっと待ってください。い、素晴らしい。ちょっとマジか。いやこれ絶対本当にまだニロいるんで。いやマジで。僕ボタンありません。ボタン押してください。ボタン押してください。お願いします。いやこれマジでお願いします。いやそう。さっき。素晴らしいな。6人ニロで即リアクターって結構斬新なパターンできましたね。いやちょっと難しかったですね。僕も押すあれが。結構あれでした、同タイミングすぎて。そうなんですよね。これなんかこの間たまたまあったんですけども、2人のインポスターがリアクターとドア閉め完全一致するとドア閉めリアクターって発生するんですよ。ラグでね。地獄だなと。同時に2つ のサボタージュになる時ありますからね。ラグで。やば。まあ確かにそうか、ドア閉めと成立するのはそうなのか。え、じゃあO2 とリアクターとダブルになることあるんですか。コミュニケーションの停電が1回ありましたね。あー、そうなんだ。O2 リアクター同時やばくないですか。やばいっすね。はい、これ落ちてますね。落ちてますね。落ちてるのかな。分けたらなんですけど、もうずっとレポート連打。死者の方ミュートお願いします。これ多分落ちてますね。サントさんミュートお願いします。それでオラフ君で落ちてるなら俺ヤーマンさんが怪しいなって思うんですよね。どのキルに関してですかね。一番最後の先端さんキルの話ですね。ないって言ってたんで、あ、分かんない、先端さんかもう一人の人で動きを確認できてないのが、はい、シャゲポヨさんとヤーマンさんと、あ、僕目線ですけど、オラフ君が分かんなくて全くで、左に行ったのが2人ってことは、てか先端さんも多分そっち側なんじゃないかなって思ってて、あともう1人も爺さんもそっち側なとしたら、オラフ君で位置連れてるなら俺と相方はヤーマンさんかなって思います。1個言わせてもらっていいですか。白正面じゃないんですけ ど、はい、どオラフ君を一番最初に怪しいですって言ったら僕なんですよ。でも最後その違いますって言ってたのはそのあれですか、先端さんのキルが違うってことですか。あ、そう、センターさんのキルは、じいさんの話をしてたときに、オラフ君が一番怪しい位置ですっていうのを一番最初に言わせてもらって、で、その時に、オラフさんが、僕の意見の方だけじゃダメですって。チャゲポヨさんもオラフ君についてたよね。アリクマさんもチャゲポヨさんがついてた。センターさんキル、そしたら、ゼンちゃんさんってどっ、ずっとカメラ見てたのは多分チャギポヨさんが証明してくれると思うんですよ。ずっとカメラ前で踊ってたから、あ、そうですね、カメラ見てるのを見てます。どこでサボなって、はい、
下回りでバーッと降りてきて、解除された時にそのストレージでその扉閉められて、向こう側3人と自分がストレージの中1人でとど、まってたんで、はい、その間じいさんは生きてるので全ちゃんさんはじいさんのキルができません。なので多分オラクフ君がじいさんのキルをしてるんじゃないかなって。オラフ君が2キルしてクレイさんっていうこともあり得ることですよね。例えばクレイさんが最初のキル浮いてるからちょっと何とも言えないんですよ。そうなんですよね。僕スキップ、俺今回何とも言えないんだよな。まあでも確実に落ちてるから、まあ、落ちてるんで多分大丈夫だと思うんですけど、死体を見ながら、死体はそうですね、了解です、探しましょう。なんか城に生きてる人ね、死にも大丈夫か。はい、頑張ってくれー、頑張れ、申し訳ない。いやでも、いやオラフ君あそこで逃げる強いから全然悪くないですね。ワンチャン今のでね釣れたらよかったんですけど、作る頑張ってましたね。っていうかそもそも6人2路を作った時点でインポスター相当すごいと思う。そもそも作れること結構難しいから、あそこでちゃんと相方ペア、うわぁミートお願いします。死んでる人またさっきのパターンか。有熊さん、目の前で殺してるのを見ちゃったんですけど、僕も今レポートしようとしたところ有熊さんに先に押されました。いやもうこれ多分そうですね、すいません山本さん違いました、申し訳ない。いやはい、もうもうお二人にお任せするしかないっていうのと、あとちょっとだいぶ前に遡ってほしいのが、ね、クレイさんだけ浮き1だったんで、そうですね、一番最初のキルを考えるとクレイさんが怪しいんですよね。そうなんですよ、クレイさんがだいぶ怪しくて、ね、私そのそこは信じて、はい、クマさんズマシンだ。ローラで死んでた時って有熊さんと怒られたんでしたっけ。それはじいさんと一緒にエレクトリカルいて、その後右に抜けたっていう証言をしたんですけど、それあそうですね。で、あの時にオラフ君が有熊さんが嘘ついてるっていう言葉言われてはったんで、はい、そうなると鬼同士でその言い合いはしないかなっていう話。そうですね。で、最後、はい、オラフ君釣るって言ったのも僕なんで、そうですよね。白いかな。はい。そうですよね。あれはめちゃめちゃ白いですね。はい。まあ、それは一応初日は有熊さんもできなくはないとは思うんですけどね。まあ、でも俺見ちゃったら、まあまあ、もう目の前で多分でもあそこ鬼同士で言い合わないのかなっていう。いやそうそう、ドラフさんをもう押した時点でもうだいぶ強いんですよ ね、 そすね、あそこだって押さなかったら勝ってたじゃないですか。そうですね、うん。いやありがとうございます。ここはもうさっきはタスク勝ち狙ったんですけど、ここは攻めます。ちょっとさっきのだちょっと自信上がるんですけど、さすがにこれは入れます。これで多分続いたら僕のことを釣ってくれて大丈夫です。いやもう、いや釣れない、負けれない、負けです。もうでもこれうまかったって言うしかないよな。いやいやもう絶対、いやこれやりかさったらもうやめろ。はい、もう状況は俺めちゃくちゃ上手い、すいませんでした。よかったあーあうわー無理や、いやーすばらしい、めちゃめちゃ申し訳ない、俺なってるんですね、これは。いやいやいや、そんなことないです。いや、クレイさんナイファイです。いやそんなことないです、ナイファイです。いや惜しかったですね。え、じゃああれオラフ君のダブルキルだったんですか。あー、センターさんとじいさんは僕がやりました。うまいですね。うわー、そういうことか。センターさんはコミュニケーションの時にセンターさんをメドベイから出てきた先端さんをカフェでやって、でコミュニケーションで皆さんと合流して、でドアを閉めして、で皆さんが右行かれたのを見て、ゼンちゃんさんが、あ、ゼン、え、誰でしたっけ、ジーさんがアドミに残られてたんで、ジーさんをやってリアクターに向かったって感じですね。アドミなんや。いやあのダブルキルめっちゃうまいっすね。いやいやもうあのダブルキルで有熊さんとクレイさんすげえ白く見てしまってたんで、もしよかった。いや素晴らしい。有熊さんとかね、チャゲポヨさんがオラフ君を連れて流れに持っていったのが、やっぱそあそこで流れが変わりましたね。いや一回乗り切ったところ、ヤーマンさんかオラフ君しかいなかったから、あそこ、うん、僕はもうだいぶ押しましたけどね。素晴らしい。いやもう全ちゃんさんのもう僕がすごいもうなんか、あ、白だっていうのは完全に見えてたんで、じいさんキルに関しては多分先端さんが最初ロアでその向こう側にいたって言ったのは、多分僕がキルしたサントスさんの死体なんですよね。
そうっぽいですよね。そう。で、そういうことか。そのオラフ君が殺した夏目さん。あ、そう、逆になってですね。そう。行きそうになってたんで、僕はその、そこで三刀さん切ったんですよ。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。はい。そうなんですよ。いや、ナイスでしたね。いやー、申し訳ない。キルめっちゃ良かったですね、最初のね、2キル。最初2キルだいぶ良かったんですけどね。分からへんかった、マジで。クレイさんの目の前で夏目先生をやって、僕的に先端さんもワンチャンローワーに来ないかなと思ってて、リアクターに来たらダブル狙ってたんですけど、来なかったんで、でもサントスさんを代わりにクレイさんがやってくれて、いい形でできました。やっとこう、いけましたね。いやー、すごい。めっちゃうまかったですね。両方ともすごいうまかった。いやーこのメンバーで振動やるのマジで振動振動ですね絶対クレイさんさすがにクレイさんのタスクやってる振りがうますぎて本当に人狼じゃないのかって思ってましたクレイさんやらしいんですよほんまやらしいんですよもう上手いに当たるマジでうまかったっすいや本当クレイさんめっちゃ白かったんで最後のあの、はい、死体あ最後最初的キルをこう追ったのが強かったですねクルーがみんなクレイさ ん, うーんあれさえなかったらクレイさん真っ白だったじゃないですか、うん、いや素晴らしい冷静だったみんなうん僕がそういえばそうだロアに行かなかった理由は僕あのリアクターの覚え芸の最後の5個目の5個目でミスってもう一回やってましたリアクターあれが一番辛いやつだ命拾いしたということかあれがよかったミスってあとなんか途中リアクターから逆走してるなんか人がオレンジ色の人がいてなつめさんも逆走してませんでしたしましたしました先生もまあ諸説ありますよねそれはなつめさんどこ先生どこ行くんやって言いながらいやあれはねあのねあのなんか逆側が鳴ったと思ったんですよオッズが鳴ったって勘違いしててびっくりしましたあれリアクター鳴ってるってなったみんながなんかこっち来るからえなんでこいつら逆走してんだろうと思って言ってたんですけど夏目が逆走してたっていう申し訳ございませんでしたなんかコメント欄でその逆走おじいちゃんの方の逆走 G っていうのがちょっと YouTube とニコニコで流行ったんですけどまさに逆走 G じゃんっていうみんなが解除してくれるんじゃねえかって思ったんですけどそういうのはなしっていうかあれなんですかやっぱあいやいや全然大丈夫です理由があれば全然いつもやってる時大体逆走してるんだよ逆走してるんだよ何も言わないでもらうよいいのかなっていう死体探しとかで逆走する人全然いますし、うんうん、ああなるほどあでもしその逆走みんなしてて負けちゃったらインポスターの方が神サボタージュ見事勝利みたいなサムネイルで絶対動画出してる大体そういうのサムネイルあの逆走がつって